こんにちは、速稼塾の久保です。牛乳ね、牛乳面白い切り口ですよね。牛乳は GHQ が日本にセールスをかけてきて、その市場を獲得したみたいなことを言ってますけども、いや別にね、アフリカでもね、アメリカでも結構牛乳の消費量ってあるんですよね。特に、あるアフリカの国では、その牛乳ね、まあ牛のお乳を飲んで健康だと。病気になったら牛のお乳を飲むとかね。牛の血を吸うとかでね、いろんな病気を克服してる、そんな部族もあったりとか、あともともとは牛のお乳じゃなくて、ヤギとかね、羊みたいなののお乳も、昔から人間で飲んでたんで、体に合わないっていうふうに、最近なんですよね、その考え方っていうのが。で、しかも、牛乳は体に悪いし、人間の体に取り入れても、実はね、あんまり良くないんだよっていう方が、その次に持ってきたのは、大体豆乳だったりとかね。ココナッツミルクみたいな形になってるんですよ。要するにね、これね、誰かの市場を取るために何かを悪者にして、その常識を疑った方がいいよって言って、あらぬね、よくわかんない、エビデンスのない、あやふやな知識を吹っかけてきて、あ、そうか、自分は常識に支配されたんだ。確かにそうだなっていう心の隙間に、はい、これ買いましょうみたいなのがね、まあ、セールスなのかなと思います。あとはね、牛乳が体に合う人ってのもいるんで、だから、私なんて牛乳体にすごく合うんですよ。まあ、お腹壊したこともあるんですけども、基本的に牛乳温めて飲むと、まあいいなっていうのと、身長も伸びましたし、牛乳のおかげかどうかわかんないけども、まあ骨も強いっていうか体も強いんですよね。これだからね、牛乳飲んで体強くなるよとかね、骨が強くなるよとか、身長伸びるよって言われて、真に受けて飲んだら本当にそうなったみたいな例なんですよ。ただ、因果関係はわかりません。いちいち調べたわけでもないですし、そもそも調べようがないですよね。私がね、牛乳だけで生きてきたんだったらそうも言えますけども、他のものもいろいろやってますからね。で、しかも途中でね、私喫煙者にもなってるわけですよ。13歳ぐらいから。で、喫煙もずっと20歳ぐらいまでしといて、背伸びないかって言ったら伸びましたしね、肺が痛めたかって言ったら肺も痛めてないしね、なんか、誰かにとっては有害で、誰かにとっては無害みたいなものが、いろんなものがね、混じってて、それこそね、自分の経験上こうだからとか、大多数の人はそうだからっていうので、それを自分に全部当てはめちゃうと、それはそれでね、おかしくなっちゃうのかなと思ったりしますね。はい。まあ、来客があると、どこまで話したか忘れちゃいましたね。今ね、これ小包持ってきてくれたんですよ。台湾からの荷物を。で、その配達の方が、車庫にあるナイト2000見てむちゃくちゃ感動して今ね、ちょっと盛り上がってね、私も盛り上がっちゃってね、いろいろいじりながら、わー、配達あんのに大丈夫ですかみたいな感じでね、もう帰っていきましたけども、そうこうしてるうちに、もう、なんて言いますかね、忘れちゃいました。で、きちっとね、私ね、今日また面白かったんですけども、ナイト2000、ね、それいくらぐらいですかって聞くんですよね、やっぱりね。そしたら、まあ、1000万しないぐらいですって私も答えたんですよ。すごいですね、って。それはなんか失礼だけど家のローンとかどうやってやりくりしてるんですか、どんな仕事してるんですかって言ったら、僕は YouTuber ですと、 YouTube 見てください、久保哲郎ですって、隠居の名称を渡しましてね、帰ってみますみたいな感じでしたね。さあどうなると思いますこれね。多分今年は無理かもしれないけど、来年のまあそうですね、上半期ぐらいには、3月ぐらいまでかな、速稼塾入ってますよこの人。大体いつもそんなパターンです。だから、車庫にナイト2000があれば、速稼塾が売れるというね。まあ、そんなオチになりました。ありがとうございました。